皆さんおはようございますそれではただいまから暮らし環境委員会を開会いたします本日は文化市民局関係で2区議案3件の審査報告2件の聴取並びに請願1件及び陳情1件の審査次に環境政策局関係で報告1件の聴取及び請願2件の審査を行います なお前回の委員会で文化人民局に要求しました資料はですね、銀座室に送付しておきました。よろしくお願い申し上げます。次にですね、委員の皆さんにお諮りしたいと思います。本日までに請願第28号の請願者および紹介者から出旨説明を行いたい旨の申し出がございました。そこでまず請願者からの趣旨説明を 聴取するかどうかについて委員の皆さんのご意見をお聞かせいただきたいと思いますそれでは自民党さん自民党はしませんはい、はい、共産党さん、はいはい、説明ですねはい町会議員の 日本共産党議員団としましては、あの市民の方々の意見、要望をあの議会としても直接聞くということが大事だということで、あのもう現在開かれています、司会改革推進のための特別委員会の中においても、議会自らがそういう立場に立つということも求めておりますので、あのぜひ積極的に、あの 請願者の方から直接声を聞かせていただくというのを議会としても求めたいと思います。はい、えー、続きまして、公明党吉田委員,委員長えー、司会改革推進委員会でも議論されておられる段階で結論も出ておりません。また、あの市民の代表である議員があの紹介議員という立場で、えー、この委員会の場で。 たさまざまな声をあの紹介される、またそれを踏まえた意見を述べられるという機会があるわけですから、えー、結論が出ていない今の段階では、くらし環境委員会で、えー、今のご要望に関しては、えーま、賛同しかねると、正しい紹介議員の方からのご意見は、しっかり踏まえて議論をしていくという従来のやり方をしっかりと、えー、今回も踏襲するべき,きではないかと考えます、はいえー、続きまして、民進党、中野議員。 えー、請願者の思いを、召会議員が代弁するというふうなことで、えー、今まで行っておりますので、それで結構かと思います、はいえー、続きまして、日本維新の会、えー、議員団の森下委員あの今後については、まああの司会改革推進委員会の方で、あで、ご議論をいただいたらいいのかなと思いますし、あの今回だけ、今回に限って、えー、請願者の方から説明を聞くということよりも、 紹介議員の先生方の方からですね。しっかりと説明をあのお受けしたいというふうにも思っております。はい、えー、続きまして、京都京都党議員団の森委員、どうぞ。まあ、私も、あの、まあ、紹介議員の方々から、まあ、ご説明を頂戴いたしまして。まあ、引き続き議論をしていければ、まあ。いい案件なのかなと思いますので。まあ、今回に関しては、あの、まあ、そういった形で対応させていただきたいと思います。 私の方からも言ったんですけど、あの科医改革推進委員会で検討しているところなんでありますが、あの委員会の、女人会の実施要項によれば、委員会で決定をしたらできるということになっているので、 あの市会改革推進会でまとまる、まとまらないは別にしてもこの委員会でよしとしたらできるわけであのかつてもそういうことをやったこともありますのでぜひあの、それとリンクするのではなくて今日この請願者の説明を受けるということでぜひ判断をいただきたいと思います。はいえー、それれでではあの意見が分かれておりますので これにより、あの、評決を取りたいと思います。え、請願第28号については。え、請願者からの出資説明を聴取することに賛成の方の、お、挙手を求めます。はい。少数でありますので、よって請願者からの、出資説明は聴取。しないと、しないことといたします。 次に紹介議員からの出資説明の申し出についてお諮りしたいと思います政案第28号の紹介議員である山根委員からの出資説明を行いたい旨の申し出がありましたそこで会議規則第98条の規定に基づきまして紹介議員からの説明を求めることにご異議ございませんか はいご異議なしと認め説明を求めることといたしますなお出世説明の聴取につきましては政案審査の際に行うことでいたしますのでご了承をお聞きいただきたいと思います以上了承願いますそれではですねはじめに文化審議局関係の付託議案の審査を行います議第41号からあ議第141号ですね141号から143号 京都市給付金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する給付金の指定の手続き等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか2件の、以上3件をです、ね、審査をいたします。審査をです、ね、議案についての説明を一括して聴取した後、関連する議案ごとに質疑を行いたいと思います。それではは理事の説明をお願いいます、はい 林地域自治推進市長、どうぞ、着席して説明してくださいありがとうございます。えー、それでは、えー、平成28年9月司会、暮らし環境委員会に付託されました文化市民局関係の議案につきまして、ご説明いたします。今、司会では特定非営利活動法人、いわゆる NPO 法人の関係で、議第141号から議第143号まで、3つの条例改正の議案をご提案しております。 このうち議第141号及び議第143号につきましてはいずれも特定非営利活動促進法いわゆる NPO 法の改正に伴う条例改正でございますので併せてご説明いたしますまず議案の説明にあたり NPO 法の改正につきまして経過をご説明させていただきます平成24年4月に施行されました改正 NPO 法では法施行後3年を目途として 新制度の実施状況特定非営利活動法人を取り巻く社会経済情勢等を勘案した検討を行い必要な措置を講じるとの規定が設けられておりましたこれを受けまして超党派の議員による NPO 議員連盟において検討が行われ先の通常国会で特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため 手続きの見直しや情報公開の一層の推進仮認定特定非営利活動法人の名称変更の3つを柱とする改正 n p o 法が全会一致で可決・成立しこの法改正に合わせまして2つの条例の規定整備を行うものでございますまずお手元の議案説明資料の議3ページをお開きいただけますでしょうか3ページでございます 議第141号京都市寄付金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する寄付金の指定の手続き等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。1条例改正の趣旨でございます。今回の NPO 法の改正に順次、手続き条例について改正しようとするものでございます。次に2条例改正の概要でございます。 まず、両学校1の書類の備え置き期間等の延長につきましては、情報公開の一層の推進を図るため、表にございますように、A の、えー、法人の事務所における備え置き期間の延長につき,つきましては、役員、えー、報酬規定等は2年から、また、えー、助成金の支給の実績を記載した書類は3年からそれぞれ5年に延長するものでございます。いの、 所轄庁における公開期間の延長につきましては備え置き期間の延長に合わせ3年間から5年間に延長するものでございますまた両学校2の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化につきましては事務負担を軽減するため認定特定非営利活動法人等が200万円を超える海外への送金や金銭の持ち出しを行う場合の事前の書類の提出が不要となることに伴い 当該書類のの提出にるる規定を削除すすものでございます最後に3、施行期日でございます特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行日としておりますが施行の日としておりますが内閣府からは平成29年4月1日を施行日とする旨の説明を受けております続きまして議11ページをお開きください11ページでございます 議第143号京都市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。1条例改正の趣旨でございます。今回の NPO 法の改正に伴い施行条例について規定を整備しようとするものでございます。次に2条例改正の概要でございます。まず両学校1の仮認定特定非営利活動法人の名称の変更につきましては、 名称変更に伴い仮認定を特,定特例認定に改めるものでございますまた両学校2の海外送金等に関する書類の事後届での一本化につきましては議第141号の手続き条例と同様当該書類の提出にかかる規定を削除するものでございます最後に3成功記述でございます議第141号の手続き条例と同様 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行の日としてございます。続きまして、恐れ入りますと、少しお戻りいただきまして、議7ページをお開きいただきたいと思います。7ページでございます。 議第142号京都市個人市民税の控除対象となる特定非営利活動法人に対する寄付金に定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします1条例改正の趣旨でございます京都市寄付金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する寄付金の指定の手続き等に関する条例に基づき申し出てのございました特定非営利活動法人につきまして 京都市公場対象特定非営利活動法人審査委員会の意見を聞き審査を行ったところ指定の基準に適合すると認められたため申し出法人に対する寄付金を京都市個人市民税の公条対象となる特定非営利活動法人に対する寄付金を定める条例に定めようとするものでございます次に2条例改正の概要でございます申し出法人の名所及び主たる事務所の所在地を 寄付金規定定条例に定めるものでございます申し出法事の名称は特定非営利活動法人アレルギーネットワーク京都 P チャンネット主たる事務所の所在地及び設立年月日は資料に記載のとおりでございますこの法事の低下に記載された目的でございますがアレルギーの子どもとその家族及び子育て支援各関係者保育園幼稚園学校等の公的機関 不特定多数の地域住民に対してアレルギーに対する情報発信と一般周知に関する事業を行いもって保健医療の増進社会教育災害時支援地域福祉の向上に寄与することとされており以下に記載しております活動や事業を行っておられます具体的には当該法人は当事者支援事業といたしまして食物アレルギーの子どもの 子育てを支援することを目的にアレルギーに関わる各種情報の発信やアレルギーの子どもとその家族の居場所づくりの増進などに取り組んでおられますまた支援者支援事業といたしまして地域の子育てサークルや保育園幼稚園学校等におきまして食物アレルギーの子どもを支援する立場の方の知識の習得や実践などの支援に取り組まれるとともに災害時支援事業といたしまして災害時のネットワーク 構築の推進など災害救援の環境整備に取り組んでおられます最後に3施工期日でございますが交付の日としておりますなおご説明いたしました法人につきましては京都市工場対象特定非営利活動法人審査委員会に対して諮問し平成28年8月1日に指定基準に適合していると認められる旨の答申を受けております 以上、文化市民局関係議案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それではまず、議第141号および143号、寄付金税額控除の対象となる特定非営利法人に関する寄付金の指定の手続き等に関する条例の一部改正について、ほか1件、以上2件につきまして、いずれも特定非営利活動促進法の改正に伴う条例改正でございますので、 一括して質疑を行うことといたします。それでは質疑のある方挙手をお願いします。はい、赤坂副委員長どうぞ。いや、百四十と百百四十三ですね。百四十と百四十三。四十三。はい。はい、えー。私の方からいくつか。あ 質問させていいいたただきたいと思います条例改正の趣旨については、本、この国における法改正が行われた、それに基づいて行われるということでありますので、まあ、今回、この国会で、ですね全会一致の賛成で、この法律は成立しております、そういう点でも、NPO 団体の健全な発展を図って、運営の透明性を確保するという趣旨は理解できます。 このことによって、京都市のです、ね、特定非営利活動法人にとって、どう活動がです、ね、健全な発展と変わると見ているのか、この点についてお答えいただきたいと思います。はい、市長どうぞ はい、あの今回の m p o 法の改正に基づきまして、どういう効果があったかというご質問やと思います、えー。今回の効果、法改正の効果として、まあ、大きく5つ、5点挙げられると思っております。 まず1点目に仮認定という名称でございますがこれにつきまして仮の NPO 法人という誤解というか印象を持たれるということで寄付が集めにくいという NPO の,の関係団体からの要望を踏まえまして今回特例認定に名称が変更され、まあ、寄付を集めやすい環境になったと。 いいうことが1点ございます次に2点目に200万円を超える海外送金等について事前の報告を廃止し既存の年1回の報告に統合することでこの認定 NPO 法人等の事務負担が軽減されることになります。さらに3点目といたしましまては あの事務報告書等の備え置き期間あるいは公開期間が延長されることによりまして NPO 法人の運営の透明性が確保されるというこの3点がまずこの条例改正については言えると思いますさらに、ね、NPO 法本則の改正のみで今回の条例改正には直接影響されませんが4点目といたしまして認証申請時の従来期間これが 従来2ヶ月から1ヶ月に短縮されますので、認証手続き期間が4ヶ月以内であったものが3ヶ月に短縮されるというのが1点ございます、さらに5点目といたしまして、NPO が毎年、資産の総額というのを変更登記するという規定がございました、これが削除されることによりまして、負担が軽減されたというようなことの5点が挙げられると思います以上でございます。 はい、赤坂副委員長あのかなりです、ね、やっぱり自主的な特定非営利活動法人が活発に活動できるようにするという支援体制をさらに強化するという点では理解できるわけですが、現在、京都市のです、ね、管轄の NPO 団体というのは、いくらあるんでしょうか林<長>、はい、あの本市が所管する NPO 法人は、9月末で831法人でございます。 赤坂副委員長そのうち認定、まあ、仮認定というのは、仮認定は今度、名前が変更されるわけですが、いくらあるんですか、この税制優遇が行える団体というのは、いくらで税制優遇、認定,定 NPO 法人については19、それから仮認定については4法人でございます。赤坂副委員長 運営の透明性を強調しているという点では私も非常に重要なことだと感じています京都市に認定され条例上の団体として認定されることですねそれとこのいただいた本,本説明資料の中にもありますけれども3つの認定基準があるということが書かれていますそういうい点で 条例上の団体として認定されるということとこの一二のいわゆる法制上の団体認定基準ということとの関係というのはどうなんでしょうかその関係についてご説明いただきたいと思いますが林市長あの恐れますえっ、ー、と次の議案のピーチャーネットの件でございましょうか 恐れますちょっと質問の一般論として、この認定基準が <laughs> あの税制優遇をしていくという点でね、寄附側をたくさん集めていただけるということがあると思うんですけれども、その点で、この運営を、透明性を確保していくということでありますが、このえ何ページかなこれ 9ページのところにパブリックサポートテスト基準というのがあってこの123というのは3つあるんですねでこのお聞きしたところでは12は法制上のいわゆる法制上の認定基準とそして3つ目はこの今回の地方税法上の,この認定基準ということでなるというふうにお聞きしたんですけどもこの扱いというのはどこか変わるんですか 認定 NPO 法人を認定する際のい,いかにあの市民等から支援されているかという基準いわゆるパブリックサポートテスト基準これがあの議9ページのところに箱書きで記載されておりますけれども、まあ、法的に相対値基準これが経常、えーまあ、収入額の 20%、5分の1が寄付金で賄われているかということ、それから絶対値基準というのが3000円以上の寄付金を平均100人以上受けていることというのがございます、これが非常にあの平成24年度の NPO 法改正のときに、なかなか、そのときは相対値基準1番目だけだったんですけれども、ハードルが高いということで、新たに2と3が設けられました。というのがあのが今回の本市でも 定めております政令市では8市しか設けておりませんけれども、条例でこの指定された、今回でも p チャンネル等をお認めいただければ、条例で指定されますけれども、そういう場合は、認定 NPO 法のパブリックサポートテスト基準はクリアされたとみなされると、まあ、そういうような関係にございます、以上でございます赤坂副委員長。 認定の基準があるわけですけれども、まあ、そこであの京都市がです、ねえー、平成24年度に京都府から京都市に権限移譲されました、その以降にです、ね、京都市の管理する NPO 団体の運営の透明性が問題になったり、取り消した事例はあるんでしょうか。はい市長 えとあの問題があったといいますか NPO についてです、ねあのまあ、不,不適正な事案というのがあの昨年度、田中節子結婚故でありますとかその少し以前ですけれども山科区の、まあ、高齢者団体ですか NPO 関係でございましたし昨今ではあの、えー、福祉関係の不正請求という意見で2件というのはございましたけれども まああのまあ、そういうことについては、われわれとしても NPO 法に基づきまして、記事と指導監督をやっているところでございます、以上でございます笠川副委員長。そこでお聞きするんですけれども、まああのまあ、先ほどお話ありました、NPO 法人、田中節子京都結婚塾の法人申請に基づいて取り消したということは、ホームページにも載っておりました、この点で、あのこの団体に対してですね、 この団体は京都市の条例上の認定団体だったんですか、それとも違うんですか、林はい、市長。すみません、先ほどの答弁で、取り消した事例はあるかということにつきましてはです、ね、田中節子結婚式につきまして、認定を取り下げられたので、取り下げなければ。 取り下げられたので、まあ、取り消したという事例はございます、あのそれにつきましてあの、条例上の指定ではなくて、田中節子結婚事実につきましては、あのいわゆる普通の NPO の,の、認定 NPO の基準に基づいて、認定されたものでございま赤坂副委員長、まああの。京都市のいただいた、えー、この規定で、えー、条例上です、ね、いろんなあの問題点を指摘しています。 その中で、えーっとあれえー、条例解除の手続きの問題とか中、えー、9条ですね、それから24条にはこの罰則規定まで書いてあるんですね、この現行の京都市寄付金,、えー、金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する 寄付金の指定の手続き等に関する条例ということで、この頂い,いている説明文書の中の資料にあるわけですけれども、その点で、今回の,その田中節子さんのこの結婚塾についてはです、ね、この条例上に基づく手続きでは課せられないというふうにお話がありました。 また、条例によるとです、ね、禁止行為として、まあ、政治いろんなことが書かれていますが政治活動の禁止公的な立場にある特定人物の死につながるようなことは許されないというふうに書いてありますが、まあ、この点については、えー、こういう私は大事なことだなというふうに思っていますで同じ、えーね、NPO 団体でありながら税制優遇措置が 取らられているにもかかわらず京都市条例上の適用がない団体があるというのは問題は残しているんじゃないかと昨年度の事例から見てもねいうふうに思っています。でこのような NPO 法上の認定団体に今回の京都市のですね前回の,その田中節子京都結婚塾に対するこの指導というのは どういうふうにこの条例適用をして指導されたんでしょうか、まあ、透明性確保のためには京都市の指導と点検というのはすべての NPO 管轄する NPO 団体に必要ではないかと思いますがいいかかがですは少し誤解があるかもしれません、あのえー、条例でもあの、条例指定の場合も NPO 法と準じた形での,あの えー、報告上修でありますとか改善命令とかは回答ございますけれども、あの条例指定の法人は大抵もあの認定 NPO 法人に移られますので、まあ、その間の間にあの同様の指導基準が条例では定められております。従いましてあの、えー、田中節子結婚塾につきましては NPO 法に基づきまして、えー、必要な。えー 指導等を行っております具体的には昨年8月10日に NPO 法に基づきまして立ち入り検査を行っておりますし10月5日には改善命令を出しまして11月5日には法人から改善結果報告書の提出を受けましてその中身について適切に改善がされているということが一定認定されましたので NPO 法上の監督規定に基づく権限の行使は一旦終了してございます。 ただし、その改善結果報告書の中で、第三者評価委員会の設置というのが書かれておりまして、これは月日、本年の3月30日に報告書が出されております、これも確認しておりますが、ただ、あまり詳細に書きますと、まだ後半、捜査が行われているということで、抜粋版に今、とどめられている状況でございますので、そのあたりは我々も注視しておりますし。 あるいは過年度の計算書類等の訂正につきましてもまだあの捜査、公判の関係で知見、あるいは弁護士さんと当該 NPO 法人が相談された上でまああで公判が終わった後に訂正するということで今、中期にとどめているという状態でございますけれどもそのあたりもわれわれとしては中止していくということでしております。以上でございます赤坂副委員長、まあほんらえー、今年のの月に出された第三者委員会の 評価報告書ですね。その報告書については、えー、いただけるんでしょうか。はい、市長。はい、あの改めてお答えすることはできますが、あの3月30日にあの、えー、暮らし環境委員会の先生方にはあのご報告書をお配りしております。はい。はい、赤坂副委員長。私あの3月31日はまちづくり委員会でおりましたので、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。で、えー やはり NPO 法の適用ということで自主的な団体の一層の活性化を図るということは大事だと思いますで認定団体の,この条例適用そして透明性の確保ということは非常に重要な問題だと思いますので、まあ、そういう不適正な運営を受けながらですね税控除をされているということでは市民的にはですね これは京都市が認定する団体でもありますし、この点はしっかりと指導と点検こういうものが必要ではないかというふうに思います。いかがですか。はい、市長はい、あのおっしゃる通りあの一つの団体がそういう市民の疑義をえあの持たれるということで NPO 法 npo 法人全体のですね。先ほど申しました。831法人認定について、コメンも19の法人がですね。まあ、そういう風うに見られるというのは、非常に私どもとしても団長の思いでございます。そういう意味で npo 法的にはですね。あの指導権限というのは？ 一定、やはり NPO 法の自主自立というのが大前提になっておりまして一定の制限はございますけれども我々といたしましても例えば独自にです、ね、認定 NPO 法人を認定する際には これはもう書面でいいものになってますけどもお願いして立ち入り調査をしているとかですねあるいは昨年度のそういう事案がございましたので10月に改善命令を行った際にですね他の NPO 法すべてが他山の意思としていただくために本市独自で自己点検シートというのを作成いたしまして自己点検をしていただいております。あるいはあの それにつきましては今年度の本年5月にも改めて送付しておりますしで加えまして認定 NPO 法人につきましてはより透明性が必要だということでその点検結果についてもご報告いただくようにご依頼していると、まあ、そういうようなことを進めているところでございますちなみにそれ、先生あの先ほどの,あの3月30日付の報告書はあの市委員にお配りしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい坂 えー、そしたらあもう、えー、いただけないということですか、もうてるということですか、すみませんな、もういっぺん確認します、私もね。はいえー、ということで、えー、ぜひ、えー、この透明性を確保するということと、えー、自主的団体の,この自主性、自立性をやっぱりきっちり確保していくと、そういうための支援をしていくという点では、さらに強めていただきたいというふうに思います。終わります はい、えー、他の任員の方、ございませんかはい、えー、なければあ、次にですね、えー、議第142号、142号個人市民税の控除対象となる特定非営利法人に対する給、えー、付金を定める条例の一部,一部改正について、えー、質疑のある方はあ挙手をお願いいたします。はい赤坂副委員長どうぞ 引き続いてご質問しますそもそも、この NPO 法人制度の認定基準ということで、3つ定義されておりますが、このアレルギーネットワーク、p チャンネットの法人の認定基準が適合しているという適合性、個別の条例指定に合うのかどうかというのは、どういうふうに検討されたのか、その審議内容についてお聞きしたいと思います。 認定基準につきましては議、議8ページのところに指定基準の概要、これ、ずらずらと書いておりますけれども、大きく分けて、2の括弧1から括弧5までが運営要件、NPO 活動に係る事案が適切に実施できる組織体制であるかということ。 それから、各国から各国11までがいわゆる公益要件と申しまして実施している活動が京都市民の福祉の増進に寄与しているかというこの観点から審査するものでございましてまずは我々として事務局で実地調査等をやり書類の確認をした上えで先ほど申しました学識者5名で構成する京都市工場対象特定非営利活動法人審査会。これは、 全国唯一政令市と府県で合同の同じ委員に移嘱してです、ね、合同で開催するものでございますけれどもこの中でその今、運営要件あるいは公益要件あるいは今後きちっと組織運営ができるかということも当事者もの審議を交えてです、ね、検討していただきました。で審査委員会ではあの 申し出法人は食物アレルギーの社会的理解が浸透することを通して地域福祉の向上に寄与する事業を行うなど公益性が高くまた運営面でも指定基準に適供していることが認められたため先ほど申しましたように8月1日付でその答申をいただいたというところでございます。以上でございいいます高坂副委員長、えーえー、特にアアレレルルギギーー対策といううののはもうあのアレルギーのお子さんを持っている 家庭にとってはですね、重要な、もう生きるか死ぬかにつながるような話でもあるわけですけれども、その点で、そういう活動というのは非常に重要な私は活動だと思います。そ,のそこで、京都市からのこういうピーチャンネットのですね委託などの住民福祉向上のための取り組みというのは、どういう実績があるんでしょうか。はい市長 はい、あの京都市からの委託事業ということでよろしゅうございますでしいでょうか、はい、あの当該法人について京都市からは補助金は特に、えー、出しておりませんけれども委託事業として2つ、えー、現在もやっておられるのが、えー 保健福祉局が所管しております京都市子育て支援活動行き来センター事業と申しましてこれを平成26年度からいわゆるですね子育て家庭の親とその子どもが気軽に集って相互に交流するための場所集いの広場と申しているんですけどもそれの開設を受託していただいておりますそのあのこれは産業観光局の所管でございますけども平成26年度に 京都市人材育成型ソーシャルビジネス等育成事業を受託していただきまして失業者の方3名を新規雇用して新人職員研修あるいは京都北部地域への家族旅行プロジェクトなどの事業を実施されてございます以上でございます赤坂副委員長いろいろ多彩な活動をされている組織だということも分かりましたまた態度表明の方で 検討させていいいいたただきたいとういうふうに思まますす終わります、はい、それでは続いて中野委員どうぞ。まあ、あの特にアレルギーについてはあ昨今非常に、えー、深刻な話にもなりますしまた子育てで、えー、地域と残念ながらそれほど接触を持たずに 非常に苦ししんんんでいいらられるるおお母さん方お父さん方方父多数いらっしゃるというのもありまだ、こういった中でですねこういうふうな活動が積極的に支援されるというのは非常に喜ばしいことでもありますし一方では京都市に対してあれもした方がいいん違うかこれもした方がいいん違うかといろんなリクエストがありますけれどもしかし残念ながらなかなか一般財源的には厳しいというふうな部分もありますしそういうふうな中で市民生活をきっちりフォローしていただい いただけるまあこういった地域の npo の活動があるというのはま非常に心強いところでもあります。で、えー、っとまあ、色々ちょっと伺ってみますと。と、えー、理事長プラスまあ、理事6名、そして監査というふうなことでございます。けれどもそれとは別でその職員さんという方の人数はどれぐらいいらっしゃいますか？はい。市長 はい、あの職員の方は8名とお聞きしております、あのうち4人はです、ね、いわゆ今有所のボランティアが2名と、無所のボランティア2名というような形で、合計8名ということでお聞きしております。ということは、なかなか、例えば今回のこの申請に関しても、非常に時間をかけられたり、ろ多く積み上げられたりと。 いいう,ふうなとところはあったかと思います、えー、そもそも論としてこの特定 NPO 法人に対しての寄付の税額控除というところはあ特に国会で議論してそして成立,された成立したときに、まあ、日本に初めて寄付文化があ広がるのではないかと非常に多くの期待を持たれたところでもあります、えー、ただ残念ながらなかなかその勢いというのは急激に増えていない けれども、まこういうふうな形でですね、少しずつ増えているというのは、のも多くの方がその寄付文化という中でいろいろ一般的に活動されている方を支援していこうというところでは非常に心強いところでもあります。まこんな中で例えばその議の９ページのこういうその税額控除例みたいな部分は。 逆にその、まあ、この NPO 自身以上にその京都市の方がこういうふうな仕組みもありますからぜひ資金面で手を貸してあげてくださいとこういうふうな形で今までさまざま取り組まれてきたと思いますけれどもこの辺についての思いというのはいかがなもんでしょうか。はい市長、はい、あの先生おっしゃる通り 日本の中でまだまだ寄付文化というのが醸成されていないという事実の中で我々としてもできるだけそういう掃除を作っていきたいというふうに思いを持ちまして例えば JEST お池で年1回 NPO 応援フェアというような形での PR あるいは支援動というふうに申しまして市民活動総合センターで行っていただいておりますけれども実際に。 NPO の方等がです、ね、その場で寄付を募るというような場、機会を設けたりしております、それ以外にもパンフレットを作られる際にです、ね、こういう寄付についてご宣伝いただくということで、我々が版を作りまして、示しまして、それを載せていただいたところには、一定の補助をさせていただいたところでございます。以上でございます中野委員 若干ちょっと変わりますけどそれこそ京都マラソンへ寄付をされるということで今回はその完売御礼という言葉になるかどうかわからないですけれどももう全て枠が埋まったという,ふうなことから考えますと若干、その仕組みは違いますけれども寄付ということに対して多くの方が一定理解を示されているという,ふうなところでもあるかと思います。したがってこういういうな形でのの特定 NPO 法人への 寄付とというところは例えばこの G9 ページのこういうふうな仕組みを一般の方が見られればそれこそ1万円寄付された場合法人に対してはその1万円いくけれども実質の本人負担は6000円で済みますよというふうな部分でもありますしぜひそこはぜひ寄付文化の背中を押すというふうな部分でも京都市として積極的に支援をしていただけたらと思います。 で併せて最初伺いましたように職員さんの数それほど多数いらっしゃるわけではないと思いますいろいろ申請する際の書類等と役所用語とかいろいろ専門的なところとかなかなか難しいところがあるかと思います当然その辺に精通されている方が団体にいなければそのお金の運用とか含めてです、ね、不透明なところは出かねないというところはもちろんありますのでそこは一定その法人の方できちっとした方々を 雇い受けられるというのは必要なところではありますけれどもそれ以上にやっぱり申請等々で難儀をするというところは少なくないと思いますぜひそこら辺についても京都市の方で積極的に力,力添えをしていただいてです、ね、この寄付文化がうまく目を出しそして大きな幹になるように京都市としても積極的に 支援をしていただきたいというふうに思いますけれども、その辺についての覚悟の答弁をいただきまはい、市長、はい、ありがとうございます。あの先生おっしゃる通りに一歩を打って出てですね、えー、寄付を募るということは非常に重要だと思ってます。実例といたしまして、あのこの認認定 NPO 法人というかあの今回の条例指定の NPO 法人でございますけれども、えー、これまで六団体、えー、条例していただいておりますけれども、えー 条例指定から2年以上経過したご法事につきましてはあの寄付金の合計額が、えー、条例指定を受ける前年の約300万円から、えー、条例指定を受けた翌年度は約600万円と増額しておりますこれはあの条例指定に伴いまして、えーまあ、キャンペーンをするとかさまざまな取り組みをされてやはり非常に、えー、寄付金が増額しているしこの制度の 価値と言いますか意味というのを実感されているところでございます。まそういうところにも我々も逆に学びだからですね、どういったことをすればさらに寄付文化が醸成されるんだろうということも知恵を絞って参りたいと思いますし、またあの先ほど。 アドバイスという面で言いますと、市民活動総合センター、あるいは我々のポジションでも、できる限り、講座等でアドバイスをしているところでございます、よりもうカウンターを乗り越えてです、ね、アドバイスをして、日本に寄付文化がさらに醸成されるように頑張っていきたいと思いいいまますす以上ででございます、はい、よろしいですかえ他の委員の方、ございませんか。 はいえー、なければ以上で二託議案に対する質疑を終わります、えー、次に報告聴取を行います、えー、まずはじめに京都文化力プロジェクト2016年から2020年実施計画総論の策定についての報告を聴取いたします理事、えー、者報告願います、えー、北村文化事業担当局長どうぞ、えー、着席して報告してください、はい、ありがとうございます 昨日は2020東京大会に向けましたキックオフイベントでございますスポーツ文化ワールドフォーラムこれに暮らし環境委員会の先生方もたくさんご出席いただきまして誠にありがとうございましたそれでは京都文化力プロジェクト2016から2020実施計画総論についてご報告申し上げますお手元には暮らし環境委員会資料それから資料1として実施計画の概要資料2として本札をお付けしております またご参考に3月の委員会で報告させていただきました基本構想の概要版本冊をお配りをしておりますそれでは委員会資料をご覧ください本市では平成26年8月2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として京都府京都商工会議所等と推進委員会を組織し 2016年から2020年にかけてオール京都で文化と芸術の祭典京都文化力プロジェクトを開催することとしておりますその基本構想につきましては本年3月17日の暮らし環境委員会についておいてご報告をさせていただきましたが以降実行委員会を立ち上げそのもとに企画運営委員会あるいは実施計画策定部会を設置いたしまして検討を進め この度実施計画の総論編を取りまとめましたのでその概要をご報告を申し上げます恐れ入ります資料1の概要の資料をご覧くださいまず1コンセプトメッセージでございます今後4年間使用するメッセージにつきましては創造する文化京都から世界へとしております 策定部会での議論それから総合監修をお願いしております京都大学の山際総長に助言をいただいて作成したものでございます次に2事業についてでございます事業は大きく分けて実行委員会が主導的に実施する実行委員会事業つまり主催事業と実行委員会以外の主体が実施する共済連携事業の2つに区分をして記載しております両学校1実行委員会事業につきましては 文化芸術の分野を大きく3つに分けまして2017年度来年度から各年度ごとに1つの分野に重点を置いて実施することとしております。これをリーディング事業というふうに呼んでございます。リーディング事業についてでございます。今年度は昨日の昨日から開催しておりますスポーツ文化ワールドフォーラムこれを本プロジェクトとしてもキックオフイベントとして 位置づけておりましてその他大学生による文化発信等をテーマとしたワークショップ等々府内各地で開催をいたします来年度以降の事業につきましては議会で予算を審議議決いただきまして実施するものでございますが計画といたしましては来年度京都市で東アジア文化都市2017 それから大政奉還150周年記念プロジェクトなど大規模な事業を予定しておりますことからこの本プロジェクトと連携をいたしましてパフォーミングアーツカタカナでに表記しておりますがいわゆる舞台芸術でございます舞台芸術をリーディング事業として実施をいたします翌2018年度は 現在まで伝統として継承されてきた文化を未来に受け継ぐためアートクラフト美術工芸に着目した事業を実施し2019年度はイコム世界博物館大会に合わせまして暮らしの文化をテーマに茶会でありますとか和食に関連した事業を実施してまいります各年度ともリーディング事業以外にも以外他の分野についてもワークショップイベントなどを実施してまいります そして2020年には全分野を融合した総合的な祭典を開催することを計画をしております次に4年間継続事業についてでございますが継続的に事業を進め2020年にその成果を披露するような事業も計画しております毎年実施事業につきましては 情報発信のためのポータルサイトの開設、運用、機関紙の発行、年1度予定しております推進フォーラムの開催などによって、機運醸成を図ってまいります。以上申し上げました実行委員会の事業をまとめたものが、下の表でございます上からアアーーートトククララフ,トパフォーミングッシ文化等々記載してございます。 その他、詳細につきましては、資料2の本札に取りまとめておりますが、ここでの説明は割愛をさせていただきます。両学校に共済連携事業についてでございます。本実行委員会が、以外が主体となって実施する事業でございます。東京2020大会に向けまして、各団体が開催されているイベントの特別版でありますとか、周年記念事業。 毎年実施されている事業など共済連携事業として支援協力をいたします3の両学校3の認証事業についてでございますが期間中に京都で開催される文化芸術イベントを認証するほか国のプログラム等への認証手続きを支援してまいりますおりろます委員会資料にお戻りください最後に2取り組み経過および今後のスケジュールについてでございます 経過は冒頭に申し上げたとおりでございます今年度28年度は10月5日に開催いたしました第2回実行委員会理事会で本実施計画総論を取りまとめました今後翌年度の具体的な事業について検討を進め平成29年3月にはこの実施計画を更新してまいる予定でございます報告は以上でございますよろしくお願いいたしますはい。それではただいまの報告につきまして何か質問はございませんか はい赤坂副委員長、どうぞ、えー。よく練られたあこの計画だなというふうには思いました、えー、そこでこの提案というのは、いわゆる IOC ・オリンピック委員会からの、えー、開催国に対するスポーツと文化と教育の融合を求めている、そういうものの、 一環として位置づけられているんでしょうか、実施要請との関係ではどういうふうに考えておられますか。北村担当局長 オリンピックはスポーツの祭典であるとともに文化の祭典という位置づけでございます。仕組みとしましては昨日のキックオフを皮切りに4年間 IOC の認可のもとに国内でさまざまな文化イベントを展開すると国としましては4年間で全国つつ裏裏20万件の文化イベントを実施するというこういうもとでの計画でございます。たただ国の方でどういった 手続きで認証するかとかそこの仕組みがまだできておりませんのであの今の先生のご質問で言いますとそういうあの IOC なり東京オリンピックという中で京都としてオール京都でやっていこうとそういう計画でございます赤坂副委員長オリンピックパラリンピックまでの期間の取り組みということでありますが東京の会場問題でもありますようにレガシーとして未来に続くそういう計画が必要だと活用できるような ものにしたいという声が大きく出ていますがこの点についてはどういうふうな配慮をされていますか。北村担当局長 おっしゃるように特に文化芸術イベントいわゆる一過性に笑わらせないレガシー残していこうということが叫ばれるんですがどうしてもその一過性のようなことが過去の反省としてございますのでこの委員会なり理事会の中でも次に何が残るのか最近ではビヨンド2020ということで2020の向こうを見通そうとこういう議論がございます。 発のイベントということではなくて、今先生おっしゃるような、あの中期、長期を見通したような、そういうことをしていこうというのは、あの議論の中で共通理解ができているというふうに理解をしております赤坂副委員長。そういう,うビヨンド2 0 2 0プログラムという形で、各自治体の,あの計画を促しているというふうに思いますが。 そこで特にオリンピックだけではなくてパラリンピックも開かれる東京大会のケースでもありますで私呼んでてその障害者スポーツや文化の企画がもっと必要ちゃうかなというふうに思ったんですがこの点、どのようにお考えでしょうか。村担当局長 はい、あの現在あの、文化庁が京都に全面的に移転してくるということも踏まえて、その文化の、えー、機能強化というようなことが国でも検討されております、そういう中で、あの最近やはり文化芸術の,あの社会包摂というふうな表現をされますがあの、文化芸術の力を使って、いろんな社会の問題も解決していくということがあろうかと思います、あのそういう中で、今、先生ご指摘の、えー、障害のある方、パラリンピック等々の観点もありますし、あの今の計画の中では、あくまでもその、えー、文化芸術の分野 を3つに分けてやっていこうということですから、当然その中で、例えば障害のある方へどうするのか、子どもさんへどうするのかと、そういうことは、これから実施計画なりを定めていく中で検討していく事項ですし、当然そういった項目も配慮していきたいというふうに考えておりま赤坂副委員長。これから配慮していきたいという趣旨でございましたが、私はまあ今回の障害者差別禁止法の問題もありますし、 本当に、えー、あのパラリンピックを見た人たちが、もう多くの人たちが感動を呼んで、まず、あ、らの生きる力をもらったと、湧いたということでの感動をもらっていますよね、で涙が出たという人もたくさんおられました、そういう意味ではあの、世界一健康長寿の町、京都、障害者のある人が安心して暮らせる24時間、365日、相談体制を確立しますという市長公約から見てもですね、 これを契機に一人一人の障害者の方に生きる希望が持てるようなまた光が当たるそういう施設整備というものが支援体制として取り組むことを具体的にこれから配慮するということでございますがこの点、具体化していただきますように強く計画に反映していただきますように求めたいというふうに思います。いかかがでしょうか北村担当局長 はい、あの文化芸術の力を使って <laughs>、地方創生をしていく、障害のある方へのが希望を持って暮らしていける、こういうこと、非常に大事な観点かと思います。あの今、少し先生あの、施設というようなお言葉があったかと思うんですが、まあ、あの文化芸術あの、このご時世でもございますが、基本的にはソフト事業で何かあのそういう希望が持てるような、そういうふうなことができないかと、こういうことになろうかと思いますので、えー、ご理解のほどよろしくお願いいたします。赤長 あの以前から私、障害者スポーツの場所が少ない、京都でなんか3か所かですかね、この左京区にある障害者スポーツセンター、これが非常にあの大変人気があって、皆さんが大活躍してられるというふうに、この間も指摘しているところでございますが、この事業構想の2のですね事業内容、 各個医師のインフラ整備に関する事項でありますがこの点で私の思い入れなんですが国立京都歴史博物館の有志とい地のが明記されていますこれは京都創生の最初の段階で梅原武さんが京都創生宣言をされた中にも明記されていることだと思うんですけども私はそういう意味で京都市に そういう歴史博物館がないというのはおかしいなというふうなことでずっともう十数年前から委員会でも言うてるんですけどもまあその時にはいや京都はどこでも博物館ですという話だったんですよね。しかしやはりきちんと一箇所に集約してそこを見れば京都の歴史が見えるというふうなことも大事なんちゃうかなというふうに思っています。 京都市の高校資料館、歴史資料館が狭くて改善をという声もありますのでこの点、私は歴史資料館に行っても子どもたちに歴史の学習をするのに連れていったことがあるんですけども今、たった5か所ですかねテレビ映像で学べるというようなことですよね5人から10人入ったらもういっぱいと。 いうふうなところでございますのでそういう子どもたちに歴史の遺物をですね五感で感じる取り組みというのは非常に大事なんちゃうかなというふうに思います発掘遺物の保管と展示が地域で京都市内どこでも出てくるというこの地域性を生かしてですね この一つに集約した歴史博物館と同時に行政区にもです、ね、行政区,区役所など学校も連携したこの日常的にそういう歴史の関心が高められるようなこういう方向性も必要だと思うんですがいかかがでしょうか、はい、北村担当局長、どうぞ。 はい、あの文化芸術に関わってあの、子どもたちが学べる場、あの活動の場、非常に必要かというふうに思っております。あの一点あの、先ほどの説明でも出ておりました、今、先生、基本構想をご覧になって、ご質問いただいておりましたが、あの基本構想から今回の実施計画を策定するにあたりまして、この基本構想に掲げてます、このインフラ整備というのは、非常にまあハードルも高くて、中長期の課題だということで、このうちのこのイベント計画と。 書いてある部分のみの実施計画ということでございますので、今回、ご報告申し上げた実施計画の中には、こういうインフラのことではなくて、イベントのことを集約しているというふうにご理解をいただきたい,と思います、はい、土橋文化財担当部長、どうぞ。 はい、あの先生の,あの歴史資料館あるいは高校資料館があの狭いというご指摘でございますあのその認識につきましては私どももあの共通の認識を持っておりましてやはり狭い古いという状況にございます、えー、と今ただまああのなかなか新しい施設をというところは難しい部分もありますので今我々としてでき,てる,できることですね まあテーマに基づいて、例えば、先般歴史資料館でよみがえる伏見城というあのまあ展示をやりましたけれども、そういった講演会を伏見区役所であったりとか、区役所と連携した取り組みを工夫してやっていきたいというふうに考えております赤坂副委員長、あの今日市役所の中に入ってきた正面ね、階段のところにも、この歴史的遺物が展示されて、そしてまあ紹介されておりましたけれども、ああいうものがですね、 やっぱり京都ですからあらゆるところ地域のね市民の皆さんそしてえ子どもたちに触れられるような場所がいるんじゃないかなというふうに思うんですで特にあのスポーツも文化もまあ前から言うてる文化文化会館ですかねそういうものを作ったりとかスポーツ施設もえ向かい島に障害者スポーツセンター作ってほしいとか いろんなことを申し上げてるわけですけどもそういう地域性をやっぱりもっと大事にしてもう統一性と地域性とこの点をやっぱりしっかりと発揮していただきたいというふうに思いますでまあ京都は全国でも最初に実施されたものがたくさんあります「えー、毛あげ発電所やら市電やら」まあ、そういう意味では非常に先進的な取り組みもしてきたわけですけども、えー、元体験小学校なんかも ローア教育の発祥地でありますし、第2席のこの横にも、ですねこういう標識が、ロア教育発祥の地という形の標識も立っています、そういう障害児教育や障害者の文化芸術、スポーツ施設整備ということも、福祉のま町づくにとっても大事だというふうに思いますので、この点はどういうふうに認識されておられますか。北村担当局長どうぞ はいあの文化芸術の機能強化という中であの、福祉ということも大事ですし、それ以外のまち、えー、づくり、景観、えー、観光、産業等々、非常にあの機能を強化して、えー、文化の力で、えー、都市を活性化するこういうスタンスで臨んでいきたいというふうに考えております赤坂副委員長、まあ、あのイベントは一過性のものですけども、やっぱり私たちが、京都市民が本当に愛する京都が、あのこれからも子どもたちも愛せるように。 そしてまた大事な、ね、私たちの生きる場所としても保障していくということは大事なことだと思いますので、この点、障害者であろうと健常者であろうと、みんなが安心して住み続ける町になるように、そういう意味での機会になるようにです、ね、文化芸術、この施策を強化していただきたいということを重ねて求めておきたいと思います。終わりますはい それでは続きまして、吉田委員どうぞ昨日、このキックオフイベントとして、スポーツ文化ワールドフォーラムが開催をされました、その時にも角、ね、川市長がオープニングの場でもそうですし、また、全体会議の場でもです、ね、発言をしておられまして、 文化、芸術の力をが大事であると、人々の心を豊かにして、社会の発展にも寄与すると、だから、えー、その文化、芸術の貴重な財産を持っている京都市が、全国のこの事業の先頭に立って頑張ってまいりたいと、そういう、えー、使命感といいますかね、そういうあの高らかに決意を述べておられました、えー、大いに賛同するところであり、期待をしております。 でえー、そこで,です、ね、あの文化庁長官も、またあのパフォーマーといいますか、伝統文化を継承しておられる、えー、茂山一平さん等々の、ね、方々のお話ではです、ね、きめ細かな、えー、イベントのあり方をい、えー、言っておられたように、私自身は受け止めました、えー、シンポジウムやフォーラム、ワークショップ、さまざまな形態があるわけですけれどもね。その イベントをやはりきめ細かくしていく必要があると、また継続性が大事であるという視点をさまざま述べておられたように思いました、本当に共感するところであります、またこのお配りしていただいているこの今回のです、ね、実施計画においても、市民からイベントのあり方のアイデアを求められて、それを 資料として添付もしておられるわけでありましてたくさんの方から,からのそういうイベントのね、えー、期待やまたアイデア等々がね、えー、出されていますこのような市民力をやっぱり重視して活用していくべきでありますし市民からの様々なご意見をこれからもどんどん求めていかれる姿勢をね、えー、続けていただきたいと思いますそこであのこの文化イベントのあり方について2点 問題提起をさせていただきたいと思います、それはですね、きの日の会合でも、またそれ以外のときにも、様々な場でやはり強調しておられるのがです、ね、発信力、伝える力が大事なんだという点をおっしゃっていました、まさしくその通りだと思います、で、昨日参加させていただいた1人としまして、行ってよかったなと思ったんですね、で多くの参加者の方もそううに思われたと思います。 そこで文化の大切さとか京都のそこでこれからの可能性とかそれを自覚されて誇りにもたれたし具体的にこれからも自分なりに頑張ろうと多くの人が思うはずだと思いますそういう部分では参加者には伝わったんですね伝わったんですけれどもその告知がですね中途半端であれば大切な文化イベントにも参加できないまま終わってしまうようなこともね 心配されるわけであります。何を言いたいかと言いますと、このイベントのその告知な告知がですねまだまだ工夫の余地がありますよということであります。インターネットや市民新聞でも告知をされていらっしゃいます。それだけで本当にどうなのかなとあの思うんですね。多くの市民の方からもそういうお声があるのではないでしょうか。この告知のありがた現時点では文化市民局としてはどのように今お伺いでしょうか。 北村担当局長。 はい、あの吉田先生ご指摘のとおり、こう発信力、伝える力、非常に大事なことでございます。あのせっかくいいことをやっていても伝わってないということになりますと、えー、意味が半減するということで、ただ一方でこう、伝えるいろんなさまざまな媒体、最近で言いますと SN、SNS を使うとか、新たな媒体も含めてございますが、これをできるだけ経費をかけないで、多くの方、若い方、ご高齢の方、幅広く伝える、大変難しい課題であろうかというふうに思っております。あの先生からの 課題意識のご提案、これは重々あの、全く認識一致するところですし、できるだけ経費をかけないような方法で、あの市民の皆さんに広くしていただくようなことを、あの日々研究をしてまいりたいと思いますし、先生からのご指摘、十分心してまいりたいというふうに考えております吉田議員あの先。先日も市民の方から連絡があったんですね、でまあ、これは京都市のあるイベントに参加をされた方なんですけれども。えー まあ関心のあるテーマに参加されたと次回はそれはいついつですとでも正式に決まったらまたあのお知らせしますということでずっと期待してたけども分からんままずっと推移して結局気が付いたらねもう終わったあてやったとこういう話だったわけなんですねであのー、なんでそんな連絡な,、ね、なんでその告知がね もっっと徹底されれていなかたたんやでで言われたんですよで私は、えー、インターネットでも告知しはるんじゃないですかとか、市民新聞でもやったらはずですよと、まるで行政の側に人間のようにですね、あのと答弁といいますかね、お答えしたわけでありますけれども、いや、それでもとおっしゃったわけです。で私はま本当、そうやなと思いました。えー、ですから、ぜひですね、一つの提案させていただきたいのは、いっぺん参加された方、アンケートに答えられた方にはね、 えー、正式に日にちが決まった場合の,その次回イベントの日程をご連絡されるということをね、していかはることは大事なんじゃないでしょうか、当然、あの資料送ってもいい,いいですかと聞かれて、それをあの喜んで了承される方に限定するべきであることはね、個人情報の観点からも大事でありますけれども。えー よくあるじゃないですかあの、えー、受講票とか送るとかありますよねそうするとその,その方は住所も連絡先もメールアドレス等々もね、えー、喜んで行政にお伝えされていらっしゃるわけでありますしで、えー、受講票が届いたらそれ本当にもう大臣大臣にとっててそれをもって当日来られるわけでありますそういう方にはね次にこういうことが日,日にちが決まりましたとか関連する分野でこういうふうなあのイベントを行いますとか いうのは、ね、どん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 ご連絡されたら、その方,その方は、ああ、行ってよかったな、行って行政に自分の個人情報を伝えたけれども、本当に重要な、有益な情報がねあの、しっかりと伝えてくれるんだなと、こう受け止められてくれると思います、まさに伝える力を、ね、京都市があの、それを求めておられる市民にね、本当に根節丁寧に提供しているんだということが受け止められるわけでありますので、それで大事だと思うんですね。ね民間ののタンクのシンクシポジウムで私行きましたら えー、受講票が送られてきますので住所やメールアドレスが向こうに、えー、管理されているもう1ヶ月に何べも何べもいやちょうど連絡来るわけですよねでそういうことが京都市でなぜできないのだろうかと思いますぜひですね、えー、そういう一度イベントに来られて受講票,投票を送った方行政でその方の個人情報を管理しているそういう市民の方にはですねこちら側から え正式に日にちや会場は決まりました、交渉は交渉は決まりましたと、どうですかというような連絡をされていかれるようなね、体制を強化をしていく必要があると思いますが、いかがでしょうか北村担当局長、はい、あのまず、今、先生ご紹介いただきました例で、あの次回お知らせしますということができていなかったという、誠に申し訳ございません、また個別に辞象をお聞かせいただきたいというふうに思います。 あの参加者の方に次回のお知らせをするという非常にご提案でございますあの、多くの事業の場合に参加者にアンケートを書いていただいているということがございます、そういう中で、まあ、あの個人情報、プライバシーにも注意しながら、えー、個人情報、十分が、えー、扱う必要がございますが、そういったことができないかどうかというふうに工夫をしていきたいと思っています。ただあの一点今お聞きながらあの 非常に人気のあるものであったりしますと、そのご案内を差し上げることと、また抽選になりますよというようなことがあったりするので、ここはちょっと複雑なのかなというようなことも、今、先生のご指摘をお聞きしながら思っておりましたので、あの情報をできるだけお知らせいただく、特に関心のある方に的確にお知らせすると、こういう観点は必要かと思いますので、どういうことができるか検討してまいりたいというふうに考えております。吉田委員 まあ確かに人気のあるイベントは、ね、申し込みが殺到してです、ね、あのお断りをするケースがたくさんあるというケースもあると思いますあのた先日も若冲の,のシンポジウムをです、ね、サウスホールで開催されたところメインホールでも入りきれないぐらいの応募があったとでその客をャった方々は本当にあのその中で抽選で選ばれてほんまにあの喜んで当た,た,たったという喜びにこ、ね、らえていますし。 内容も良、ね、かったと思うんですよやっぱり抽選に当たって来て良かったなと思って帰ってはると思うんですでそういうふうなたくさんの応募があったようなテーマの場合なんかは、えー、第2弾をね企画されるとかですねいろいろされてねその時に落ちた人を優先的に告知されるとかですねそういう工夫がいいのではないのかなというふうに思います、えー、せっかく、えー、一つのイベントを企画されて運営された終わった それを分析してです、ね、次に生かせていく必要があるわけですからそういう姿勢も私は大事になってくると思います。この本委員会で弱中の美術館での展示に合わせてですねシンポジウムをするらどうですかとご提案したところすぐにそれを実施もしていただいたわけでありましてでもそれは応募の方がたくさんおられて。 いけなかった方もたくさんいらっしゃるということでありますので、私ももっぺんです、ね、提案させていただきますと、弱冲に対するテーマを、ね、今年度もっぺんね、やらはるとかですね、それも一つ大事かと思いますけれども、いかがでしょうか。かはい、えー、木崎文化事業推進部長どうぞ ジャックスについいてのシンポジウムでございます吉田先生からもご提案いただきまして10月1日にあにサウスホールで開催することができました1000人近い方からご応募いただきまして抽選の中で700名の方にご参加いただいたということでございます今後につきましてもこれまでからもシンポジウムワークショップいろんなこと 形で一般の方、子どもの方、高齢者の方に取り組んでまいりましたけれども、できましたらもう一度、ちょっとあれですけど、11月ぐらいに、えーえー、せっかく弱虫はやっぱり伏見で晩年過ごしておりますので、えー、そういったところでのシンポジウムができないかなというふうなことは考えております吉田委員あの。決算委員会でもですね、27年度の文化芸術 授業のあの検証がありましてリンパに対するねあのさまなご意見があの各委員からもあったわけであります。でですからあのまあ弱地もそうですし、リンパは昨年度で終わったわけですけれどもでもその後のリンパのねこのテーマにした、えー、ポストイベントと言いますかねそういうのもいろいろ含めて継続性をしっかりしていただく必要があるのではないのかなと。 きの日の杉山一平さんをはじめとするパネラーの方々のご意見もでも、ね、継続性とか同時多発的な在り方とか、で招単位でもやっぱりやっていくんだというようなことをおっしゃってました、また参加者と意見交換できるとか、そういうこう、双方向のね、あの在り方とかいうようなこと,とかが大事なんだなというのを改めて私も感じました、そういう意味ではぜひですね、えー、告知に関してもね、 あの今のままでいいんだというふうな姿勢ではなくしてねこの文化力のプロジェクトの中でのさまざまな多角的なあのイベントでですねまず京都市の今までの殻を破るぐらいの思いでやっていただけたと思います。2点目はですね参加された方へのおもてなしという点であります。えー、昨日でもですねあの。 ワールドフォーラムということでありましたので多くの外国人の方々も参加をしていられましたそうすると、まあ、当然通訳の方もいろいろ同時通訳の工夫とかいろいろあってよかったんですけどねただ司会の方からの最初の、あのー、注意事項とか等々においてもね、あのー、写真撮影やご遠慮くださいということは通訳がなかったわけですので外国人の方は写真パチパチ写,写してはったんですね。でそれはそれでね えー、それはそういう,そう,いう通訳であの外国語でご注意事項がなかったんでねそれはそれはしかがないわけですで中にはあんまり写される人にはやめてくれとかって言いに行かはたりとかありましてね、まあ、あのそういう写真撮影に関して NG があったとそれに対するあの、えー、説明もね、まあんまり十分ではなかったという反省が昨日あったわけでありますが私が何を一番言いたいことは 文化市民局でこれからも、えー、開催される各種イベントにおいてね、極力ですね、写真 NG はないようにしてもらわへんやろうかと思うわけなんですね。昨日の会合でも、えー、オープニングセレモニーでも写真撮影が NG、で午前中の全体会議でもだめ、昼からのシンポジウムでもだめやったんですねで。なんでなんですかね。特に昨日のこの会合で、写真撮影はやめてくれと。<laughs> やらないでくださいという規制をされた、参加者の方にや,やめしないでくださいという説明をしゃはったというのはね、おもてなしの観点でもね、やむをえない理由があったら分かるんですけども、昨日の会合では、あの女性アイドルが来はった、あのいいいい一定の,一定の、ね、ところは、それはいろいろ肖像権とかあるかも分かりません。それ以外でね、なぜ NG だったんでしょうか、昨日のあのことはですね、これからの文化力プロジェクトの会合のあり方にもね、 非常に重要な観点になりますので、えーえー、局のご見解をお受けください北村担当局長。はい、あのー 現在、SNS とか使って広くあの伝える力という意味ではあの写真なんかであの拡散していく非常に大きな影響力がありますのであのそういった意味から先生の非常にあの有意義なご提案というふうに拝聴しておりましたあの一般的にこう文化芸術のまあ美術館、博物館コンサートホール等々あの肖像権でありますとかさまざまな権利関係被写体の方の問題がありますので、えー、またあのフラッシュ等で作品がいたむうんぬんがございまして基本は写真を撮らない例えば万年一つ 使わないとか、えー、飲食しないとかいうこういう、えー、しないというところから始まっているというのが、えー、実態かなというふうに思います。あの昨日もまあ労務者たは冒頭はあの土佐先生の映像があったりということがあったり、えー、っと星原先生があったりとかいうそれぞれの、えー、被写体の制限ということもございますし、ただあの少し、えー、そこの部分は、えー、まあ固定やりたいなこと、十分考える必要があるだろうかなというふうに思います。あの夜の二条城の文化イベントはえっとそういった制限も特段しておりませんので、まあ今朝見ても とあのたくさんの方がフェイスブックなんかで拡散していただいていますのであのそういう効果の部分と一方でまあ先方の関係等々、権利等ありますのでその辺を十分検討していきたいというふうに考えております吉田委員今の時代はあの本当にあのこう街角であのサプライズイベントがあった,とあったら、ね、多くの人がそこに集、ま、あの喜んでそこに殺到されて殺到と言いますかね、集まってこられて。えー スマートフォンをし、ね、して,写してはるあるいはニュース見ててもなんか事件が起こってもその野次馬もスマートフォンで写してはるそういう時代でありますで京都市が主催されるこの文化力プロジェクトのイベントはですねよほどの理由がない限りね写真 NG なんかねやっぱり市内で行くべきなんじゃないですかね、えー、もしそういう時間帯がある,あるならば今からのこの時間帯はちょっとおさえくださいと。 これはこういう理由ですと。というふうに理解を求めていただいてですね、あるいは時間限定という意味して、すべてのこの介護が、イベントの最初から最後までだめなようなイベントもあるかもしれませんが、その場合は告知の際に、そういうふうにあらかじめご了承いただくとかですね、そういうふうなあの、えー、丁寧な、ね、事前説明が必要だと思うんですよ。 やっぱ文化力イベントに来はったこれからの方もねそういうふうに求められていると思いますで昨日会合に出た少なくとも私もそうですし何人かの方は当たり前のように写真撮ってそれを SNS で皆さんに、ね、多くの人に発信したいなと思って来たのに「ダメです」と言われてですね「何じゃこれと」と思ってですねな,なんか不親切じゃないかと文化力として伝える力をしっかりやらなあかんとか市長かって。 その趣旨で発言しておられて発信力を私たちはしていきますと決意をされていますしそれを自分も貢献症役に立とうと思って自分なりの発信力で「それいいね」かって20か30かで来ないか分かりませんけどねそ,そういう人たちに見てもらおうと思ってうそうと思ったら「ダメです」とそんなんやったらもうやらなほうがましですしね別に写真撮ってもらうと困るというゲストはね呼ばなかったらいいんじゃないですかだから昨日の女性アイドルは別まあちょっとね さまざまないろんないいあの要素ってあるわけですからそういう要素もだ、まあ、やっていただいたらあのいいわけでそれはそれでその時間だけあかんとかそれはあるかも分かりませんけれどもあらかじめパネラーの方、えー、有識者の方とか海外から来られた方にはねやっぱりこういう趣旨であの京,都京都の力を文化力を発信しますので参加者の方が写真を撮らはるかも分かりませんけれどもぜひご協力くださいとあ結構ですよとおっしゃっておられる方をね あの中心にパネラーとしてね、荘園されるとかですね、いうふうにしていくことも大事だと思います、やはりうんもてなしという、機能文化庁長官も何べも言われてた、市長が決意を表明された、語られてる内容とですね、その介護運営の方向性が、ちょっとですね、最高の余地があるのではないかと思います、今後の方向性も踏まえて、再度、ご答弁を臨みます。北村担当局長 はい、あの… <coughs> 伝える力発信力ということは先生ご指摘のとおりでございますあの一方で、まあ、先ほど申し上げましたがあのそういう肖像権等々の問題あとあの写真撮りますと音がしますストロボが光ります手を上げてこんなふうにすると後ろの方が見えないとかそういったまあ現場での,あの生でその場で耳と目と五感でその舞台芸術を楽しむという観点もございますのであの先生の伝える力は大事だとこの点を重々踏まえた上で実現,現実的な対応方法を検討します。 していきめ細かさが大事だというふうなことを私は先ほどまあ申し上げましてね、それはその通りであるという趣旨でご答弁いただきましたので、き、え、のー、の会合でもです、ねえー、丁寧な運営をして,、ね、していただいたら、えー、もっとよりよかったのではないかというふうに、まあ、あの感じておりますし、そういう反省点を踏まえて、 これからも運最後にですね、ちょっとあのすみません、あの先ほど赤坂副委員長からあの歴史資料館の在り方について、えー、質疑がありまして、ちょっとそれに関連する話をさせていただきます。それは何かと言いますと、えー、箱物行政が批判されてる時代にね、新たな箱物を作るというのは、賛否両論が出るという思いますので、ハード面はね、慎重な議論が必要だと思うんですよ。やがて、えー、歴史資料館と高校資料館をもうやめて、新しいやつをもっと何,何十億円つけて作れと。 いうふうなことの主張はですね、えー、あまりそう,いう人もそういうふうにおっしゃる方も少ないと思うし賛同する、ね、あのこともあまりないので、まあ、今のこの歴史資料館や高校資料館をどう充実させるかとかリニューアルするかとかいう点の方が、えー、価値的かなという気もせんでもありません。と同時にですね私は箱物の,、えー、の,の,の老朽化対策をしっかりやっていただくと同時にねそこに所蔵されているソフトのね あの修復って言いますかねそれをまあ重視する人があると思うんですよ。と言いますのは、えー、昔からずっと京都市があの,の市民が保存,保存されててそれを行政に寄贈されたような貴重な、えー、歴史的遺産もあります,あありますよねあの文章にもそういうのがあると思います。でそれがあまりにも古いと マイクロフィルム等々に移すデジタル化されるそういうふうなこととかもされていますすなわちそういう古文書のデジタル化に関する予算もね大事になってくると思いますまたあの行政資料とかもやっぱり紙ベースのものはいずれ廃棄させられないそうするとマイクロフィルムに保存してあるんですよこれはもう大正昭和の時代からあるわけですねその技術が開発された時からだけれどもそれは、えー、そのマイクロフィルム自体がね老朽化しても使い物にならないようになってるわけなんですよ で皇とは以前からあの私自身も、ね、その関係者の方からのいろんなご意見を頂い,いてますのでそれを紹介してです、ねえー、予算化されています、だけどそれを一遍に何,何千万とか何億をそそ投入するというのは、えーちょっとね、あの現実的はありませんのでここ小刻みにやって払わますよ、古い文から。 ちょっとずつたる何百万のケースで、まあ、今回の書類審査でもね見て文化市民局が担当してあるということがお聞きしましたけれどもそういう歴史資料館の中で、えー、そういうマイクロフィルムの修復や保存の予算がねやっぱりまだまだ少ないですし、えー、例えばもし老朽化した建,設建築物の修復を優先しなあかんとか。 あるいは公文書のデジタル化の方もしなあかんとか、まあ、いろいろポットパスでできたら今やっておられるマイクロフィルムの修復が途切れたりとか途中で終わったりとか後回しにされるとかいうようなことになったらですね大切な紙文書が廃棄されてマイクロフィルムに残っていたしかしそれが古くなって使い物にならないけれども今なったらまだ間に合う技術を使ったら再現できるかもしれないでもそれがまた5年10年放置されたらもうそれさえもできなくなるという現実を 予算を少しずつかけてやってはるわけでありますが、これをやはり忘れていただけたくありませんし、やはり歴史資料館等々のあり方についてもです、ね、今申し上げたソフ,トあのソフト面、また歴史遺産への配慮とか、それに関する予算のかけ方とか、これに関してもやはり私は問題提起をしたいと思います最後に、ね、その点のご見解をお聞きしておりますはい木崎部長、どうぞ。 おいいますあの先ほどの若冲の質問に対しまして、あの追加と訂正をさせていただきたいんですけどよろしいでしょうか一、はい、つ若冲の関係なんですけれども、あのこの前、10月1日に開催いたしましたチラシ、プログラムについての理念に若冲の,の事業を紹介しようということで、だいぶ先の話まで情報を載せております、その中で先ほど吉田議員の方に答弁しました、11月に伏見での シンポジウムを考えておりますと申し上げたんですけれども、すでに11月20日に不覚察所で行うということを実施を決定しております、でこれの点につきましては、重先生からもご指摘をいただいておりまして、そういったことも含めて、せっかく若中、中心部は盛り上がっているけれども、伏見でもしっかりと取り組むというようなことが大事だということもございまして、全資的に取り組みたいという思いで取り組んだものでございますどうぞよろししくお願いいたします。 はい、土橋担当部長どうぞ。はい、あので歴史資料館の方にはですね、あの先ほどからあの吉田委員おっしゃっているように、えー、貴重な歴史資料、古文書であったりですね、あのフィルムであったりとかを市民の方から帰宅いただいたり寄贈いただいたりしております。そういった資料をそのものをきちんと保存していくということは当然あの大事なことでございますし、また。 先ほどご提案ございましたデジタル化につきましてもですね、えーまあ これまではマイクロフィルムとかということがございましたけれども、最近はデジタル化してきちんと画像を残していくという技術も発展してきておりますので、そういうのを順次やっていくような方向で考えていきたいと思いますし、そういうことをすることによって、ですね歴史資料館、広告資料館もそうですけれども、狭いということはありますが、インターネット上で広く見ていただくとか、そういったことにもつながっていくと思いますので、そういうデジタル化ということについては、しっかりと検討していきたい といいいううふうに思いますはい、それでは続きまして、中野委員どうぞ、えー、いくつか、あのまあ、この実施計画についてお話をしたいと思います。えっと、一つ目があ、先ほど話が出た、ビヨンド2 0 2 0というところです。昨日の開会式で、まあ、知事が今回に限らず毎年やっていきたいと、まあ、今回第1回であると。 いう,ふうな話をされました私も伺ってて、まあ、こういうふうなあ会,あの会というかあのフォーラムが毎年続いていくというのはやはり一つの京都の持ち味そしてもともと持っている可能性 だからこそできるものなのかなという,ふうにも思いましたし参加されている方、皆さんそれぞれ、えー、ぜひ毎年、えー、してほしいという,ふうな思いを持っていらっしゃったと思いました、まあ、あの合わせて冗談半分、本音半分であの財源面での支援をよろしくという,ふうな話もされていましたので、まあ、そこは1つ理解するところでもあります、えー、ぜひあの先ほども出ましたけれども、えー、北村部長もあの前おっしゃっていましたが、まあ、ビヨンド2020という,ふうなところでこの。えーこの なや概要の9ページにも「ね、ビヨンド2 0 2 0プログラムという,ふうなことで、括弧書きで言及しているところでもあります、ぜひこの2020年はある意味、中間駅でもありますし、2020年にすべてを出し尽くすということはないと思いますけれども、余力を持って2020年を通り過ぎる、それぐらいの感覚で進めていっていただけたらというふうにも思います。まず,まずそこを あの北村さんの合格をはい、えー、北村担当局長。 昨日のワールドフォーラム大変、二条城での文化イベントも含めて、賞賛のお声をいただいておりまして、大変ありがたいことでございます、参加された方、出演された方からも、参加された方からも、非常によかったというふうなお声をいただいています、ただ、あの日の授業自体は、キックオフイベントという性格でございますので、まだ来年も同じことをやるということではございませんが、この4年間の計画の中で、しっかり先を見据えた、何か2020年というのは非常に大事な 少しでありますがそのあくまでも通過点ということでございますのでそういったことを意識してこの文化力プロジェクトを取り組んでまいりたいという,うに考えております。中野委員 ぜひそこは非常に期待しているところでもありますし他のオリンピック開催地ではオリンピックが終わったらもう一気にデプレッションというふうなこともありますのでぜひそこも含めてです、ね、先を見据えた形で取り組んでいいたただけたらと思います。2つ目がこの同じ9ページの「の07番次世代教育事業」とありますけれどもやはりこれからの文化、芸術を担う次の世代への種まきと。 といいいううのが逆にににに非常に必要ななってくるかなというふうにも思いまだ、特にこ,のここの次世代教育事業については、まあ、高校生、大学生という,ふうな枠でもありますけれどもぜひ乳児、幼児そして保育園、小学生その辺も含めてです、ね、これからこの京都そしてこの国を背負うそういった子どもたちに文化、芸術に接する機会 えー、ということで積極的にそういったあの場面を設定していただけたらというふうにも思いますで一方で,です、ねえー、逆にそういったイベントを計画されている方が嘆いていらっしゃるのはやっぱりその子どもさん連れてきてもいいですよというふうな形にすると結局子どもが騒いだり暴れたりしても親がそのきちっとしつけることはできていないということで残念ながらコンサートもレストランも そういったイベントも子供を連れてこないでねともう最初から前置きをしてそういう事態に遭遇しないような無難な線を取っているとただ、実際のところやはり次の世代である子供にこそ本当のクラシックを聴いてほしい次の世代である子供にこそテーブルマナーを小さい頃から学んでほしい能や日部をきちっと見てほしいと。 まあそういうふうな思いも持ってらっしゃるのが実際に主催されている方の本当の思いだという,ふうにも思います。実際のところその子どもが悪いのではなくてしつけができない親が悪いというところではありますし、まあ、そこら辺も含めてですねあの、まあ、親をどうきちっと言うかないしは主催者の方がうるさかったら子どもも注意しますよというふうな形の文言も含めてですね事前に提起した上で 乳、まあ、児、幼児、小学生含めて、まあ、本物に接する機会を積極的に提供してい,っていただきたいと思いますけれどもいかがですか北村担当局長。 はい、あのとりわけ伝統文化、伝統芸能を中心としまして、その文化芸術に、本物の文化芸術に子どもたちが触れると非常に大事なことだと思います、あの将来のまあ鑑賞者であり担い手であるという観点でございますので、我々もえっも、そういったところに十分、えー、重点を置いていきたいというふうに思っております。 あの子どもさんたちがまあ年齢にもよるんですが騒ぐとか非常に難しい問題ですあの例えばコンサートホールなんかではもうどんだけ騒いでもいいようなことを文化会館なんかでもそういった子ども連れで OK みたいなことも取り組みとしてはしてますがなかなか静かに本物の舞台を鑑賞したいというおっしゃる層ももちろんございますのでそういうところは本当に悩ましいなというふうに思っております。 あの私は個人的に感じるのは、まあ、子どもさんもあるんですがあのコンサートホールでもロームシャーターでも大人のマナーの悪いのはいかに悪いかというのが実は非常に投げ出てあの始まってもしゃべってる方とかあめさんの袋を出してペチャされる方とか。 あるんでやはりこの京都というところでそういう文化芸術に接する態度というのをやはり子どものころから身につけるということは非常に大事かなと思いますのであの先生ご指摘の趣旨はよくよく分かりますのでそういった何か仕切り,を仕切りといいますか区分けをするとか事業によって子どもさんたちも気兼ねなく見れるようなそういったことも検討していきたいというふうに考えております。中野委員 特にスポーツ選手とか有名な演奏者は3歳からバイオリン始めましたとか2歳からスケート始めましたという方がもうザラですし逆にそういったときに接触したきっかけでそういうプロの道に進んだという方は。 国内外含めて相当数いらっしゃいますしそういった乳児、幼児も含めてです、ね、積極的なその文化芸術に接する機会を提供していただけたと思いますそしてもう1つの観点が昨日、平竹さんも北村さんもいらっしゃいましたが昨日、図らずもスプーツニコさんが発言されたようにいわゆる女性のパワーをどう生かしていくのか。女性を 女性にもどう加わってもらうのかというところだと思います、まああの開会式の時には、まあ、あのまあ偶然ではありますけれどもまあ司会者とミス着物以外は全部男性だったと、まあ、仕切ってる中心のメンバー全部男性だった。しかも それが若い男性ではなくて、まあ、いわゆるおじさんからおじいさんのクラスになる男性ばっかりだったということで昨日分科会の中で非常に嘆いてらっしゃった発言をされてましたけれども実は私自身もそういうふうに思ってましてあそこに何人か女性の方がいれば逆にその女性の心を理解した中での取り組みとかいろいろそういうふうなところもあるでしょうしそこは逆に皆さん自身がいかに その女性の立場になってというのはなかなか難しいと思います。市役所にも多数の頑張っている女性の方いらっしゃると思いますし、まあその方々含めてですね、こういった場合どうやと。 逆にそういった方々にリードしてもらうような仕組み作りそして、またそういった文化芸術、まあ、昨日も半数ぐらいは女性の方が来られていましたけれどもそういうふうな形の方へのアピールも含めてです、ね、いかに女性の方にもこの文化芸術に積極的に加わってもらうか主催者、お客さん含めて意識をしてやっていただきたいと思いますがその辺はいかかがですか北村担当局長。 はい、あの男女共同参画ということを申し上げるまでもなく、あの文化芸術においても女性の、えー、参画、えー、非常に大事かというふうに思っております。あの昨日の、まあ、オープニングはあの式典ということであの、役職にある方がおられましたんで、今、先生がご指摘のような状態であったかと思います。ただ、まあ、私の実感としてはあの、文化芸術の現場に行くと、非常に女性の方が、えー、たくさん活躍されておりますしあの、本日も前に座っている理事者は男性ばっかりですが、私どもあの、文化芸術学科であったり、文化財評価、非常にたくさん女性おります。 しそういった女性のパワーで私どもの文化芸術政策を成り立っているというふうに思っておりますのでご指摘の女性のパワーを借りて女性の観点からの文化芸術政策の推進こういったことにも十分配慮していきたいというふうに考えております。中野委員ぜひあの、まあ、次回は、ね、あのスプーツにさんにあのギャフンと言わせるような 取り組みで頑張っていただけたらと思います。であと合わせてあのー、まあ全体の基本方針の中で、えー、京都を知り 京都の文化を知り大切にするっていう風なところが記載をされていますあの当然そこは大事な抑えるべきところではありますけれども同時にあのそれこそ昨日の分科会で細尾さんがおっしゃってたように私はその私はというとさんがミラノで4年間仕事したからこそ西陣織の良さが分かった西陣織の全体的な位置づけが分かったっていう風な話をされてその上でじゃあどう西陣織を売り出していくかというところを にとってはその4年間ミラノで外から見たことは非常に役立ったというふうな発言をされてました、まあ、確かにそこはそうだと思いますし京都の中でどっぷり生活している人暮らしている人にとってはなかなかその京都の良さを比較対象する機会がなかったりそういうところもあるかと思います、まあ、そこはその皆さんのみならず国際化推進室とか早期の,その留学生 を送り出したり迎えたり、まあ、そういった部局もありますし、まあ、その辺と含めてですね連携をしていただけたらというふうに思いますあと最後先ほどちょっと他の,の委員から新商者に言及した形での発言がありましたあの、まあ、今感動ポルノというふうな文言で まあ要はあのパラリンピックを必要以上に取り上げてそれを感動するのは単にその健常者の方が新勝者を見下しているそんな中で頑張ってるから違うかっていうふうなことを発言されている障害を持たれているコメディアンの方がいらっしゃいましたで実際にそこは非常にそうかもしれないということで同じ理解を持たれる方が多数増えています 昨日の中で大きなテーマとしてオールトゥゲザーというのがありましたみんなで一緒にと私はまさにそ,のことだあのそ,それこそがこの文化芸術スポーツに通じることだと思います。 先ほどのやり取りの中でその新生者に生きる希望とかねその新生者への配慮ということではなくてそれは新生者のみならず皆さん全員に対して暮らしている人一人に対しての生きる希望暮らしている人一人一人に対しての配慮ということであり決してその新生者に言及して取り組むというのは私は逆先ほどのカンドポルノではないですけれども。 ちょっととずれる話ではなないいいのかなという,ふうにも思っています、えー、文化芸術スポーツを堪能するないしは味わう、えー、そういった部分では、まあ、ハード面は別にしてもソフトの面では、まあ、その障害のあるなしというのはかんあのー、直接的にはあ無関係でもありますしぜひそこは昨日の大きく掲げられたオールツゲザー という文言が非常に大事な部分でもありますしぜひそこは抑えつつさまざまハード面でのフォローを含めてです、ね、考えていただけたらというふうに思います。その辺についていてかかがですか北村担当局長 はい、あの今、中野先生からご指摘がありました、あのオールトゲーズは非常に大事な観点かと思います。あの先ほど私、少しお答えしたのは、まあ、文化芸術の力でいろんな機能を強化する中で、あの社会のいろいろな課題に、えー、解決に資、えー、するように頑張っていきたいということを申し上げましたあの基本的には私どもに申し上げると、そのユニバーサルデザインであるとか、えー、心のバリアフリーであるとか、こういうことがございます、あの特段、何かあの障害のある方を取り出してということではなくて、皆がいろんな場面で活躍、参加できる、すべての人 があの希望を持っていきられるこういったところに文化芸術がいかに寄与できるかとこういうことが肝かというふうに思っておりますので、えー、十分心してまいりたいというふうに考えておりますはいよろしいですか、えー、他に、えー、他の委員の方でございませんかはい、えー、なければですね、えー、次に移ります、えー、次に京都市美術館再整備事業についての報告を聴取いたします理事者報告願います、えー、北村担当局長どうぞ はい、須田様、座ったまま失礼いたします、えー。京都市美術館再整備事業についてでございます、えー。お手元にお配りをしております委員会資料をご覧ください、えー。京都市では平成27年3月に策定した京都市美術館再整備基本計画に基づき、えー、京都市美術館再整備事業を進めております。 現時点の進捗状況といたしまして、財源確保に向けたネーミングライツの取り組み、および再整備工事の入札の実施状況についてご報告を申し上げます。1、京都市美術館ネーミングライツに係る契約広報事業者の選定についてでございます。1、契約広報事業者については、京セラ株式会社でございます。2、主な提案内容等でございます。愛称については、市民の愛着等を考慮し、 京都市を冒頭に関することを条件として募集をいたしました総称として京都市京セラ美術館をご提案いただきましたまた本館大展示室等の個別の説明書についても希望をいただいておりますがこれらについては京都市美術館の歴史的な背景を踏まえ名称の提案を受けた後ネーミングライツ審査委員会における審査を経て選定することとしております E、えー、の金額納付方法及びウー期間につきましては50年間で税別50億円これを293031年度の分割払いという提案でございます。A の趣旨につきましては創業地である京都の文化への貢献と地域の発展に寄与したい伝統と格式を持つ京都市美術館との相乗効果によって 一流館を醸成していくとともに日本を代表する文化芸術拠点のシンボルとして認知され京都の発展につなげていきたいというものでございます2ページ目をお願いいたします3、選定理由でございます契約候補事業者は京都で創業された日本を代表するグローバル企業であり経営の安定性さまざまな社会貢献の取り組みを重ねてこられた実績がございます提案内容は金額 期間、納付方法ともに本誌の希望内容を満たすとともに愛称も京都市を冒頭に関し長年にわたり市民に親しまれてきた京都市美術館に社名を入れたシンプルなものとなっております。また文化芸術に関する社会貢献京都市美術館の発信等に関する貢献地域貢献等についても具体的な提案が行われており いずれの分野においても本誌と共同して取り組んでいこうという姿勢が感じられるものとなっております京都市ネーミングライツ審査委員会におきましても厳正な審査の上極めて高い評価を得ており 京都市美術館の歴史や市民の愛着を十分に踏まえた上で本市と協働して世界に誇る美術館を目指そうとする熱意や京都の文化の創造に寄与するという姿勢が強く示されていることから十分に市民の理解が得られる提案であると評価したものでございます4今後の予定につきましては契約候補者と基本合意書の締結契約の締結に向けた協議を進めてまいります なお参考に契約候補事業者の選定に係る経過京都市ネーミングライツ審査委員会での審査結果等を記載しております3ページをお願いいたします2工事入札の実施状況についてでございますまず1入札の状況でございますあ予定価格 につきまして本市におきましては予定価格が2億円超の工事については予定価格を入札成立後の公表としており本件については非公表の案件となっております入札方法につきましては一般競争入札でございますう経過です 平成28年7月22日に入札広告を行い9月28日から入札を経て10月3日に改札10月5日に再度入札分の改札を行いました入札結果でございます応札者の入札額が予定価格を上回ったため不成立となっております この応札状況については記載のとおり共同企業体1社からの入札がございましたが2度の入札とも予定価格を超過したため入札成立には至りませんでした次に2入札後入札後の経過と今後の対応でございます応札者へのヒアリングを通じてその原因究明に努めたところ本市が想定している以上のグレードでの調査や使用を見込んでいたことなどが判明いたしました そのため本市の発注内容を詳細に説明の上入札額の再検討を依頼しましたが予定価格との大きな開きを解消するまでには至らず応者とと随意契約をすることがでできませんでした地方自治法上は当初の契約内容と予定価格を変更せず応札者以外と随意契約することも可能ですが公平・公正な手続きで事業者を選定するため 設計内容を見直し新たに入札を行うことといたします最後に今後の想定スケジュールでございます再度の入札広告を本年11月中旬に実施し翌1月下旬の開札を経て来年2月司会において実施設計施工一括発注契約に係る議案を提案させていただく見込みとしております説明は以上でございますどうぞよろしくお願いいたしますはいそれでは <laughs> すみません。ただいまの報告につきまして何か質問はございませんか。質問質問者ございますか。では挙げてください。はいわかりました。それではあの質疑の途中でございますが、暫時休憩いたします。再開は一時でございます。一時でございます。よろしくお願い申し上げます。